おはようございます。大会ファイトです。ありがとうございます。おはこじです。あんまり寝れなかったです。最近すぐ目が覚めちゃいます。この日一日何もねえぞーっていう日を作った時だけ寝る。入院はしたくないね。体操ルーティン復活しないとね。ね、あれやらんとな。忙しくて楽しそうな声さん見るの嬉しいけど、逆に体調が心配になっちまうよね。まあでもこっちの方が良くない？人生的に。うん、人生はやっぱ充実しておくに越したことはないですね。売れ行きはもういない。あ、でもね、ちょっとスイッチ入ると売れるんですよね。大会延期みたいですね。何？古戦場終わり？マジ？マジあれか。いや、やっと夢叶ったな。うん。せーので古戦場やめようぜ。せーの。はい、古戦場終わりみたいな。マジっぽいです、延期。ちょっと待って。延期って何？延期ってどういうこと？わからん。勝手に俺らで大会するんだけどな、あれ、いつも。延期って。何あれ、延期ドゥのこと。びっくりした。初めて聞いた。延期？何なんかあれですか、雨天か、うん。ちょっとこの雨の量やとちょっとみたいな。ディスコードのお知らせできました。いいですか今ディスコード見たらあえんびえんです。ごめんなさい。ディスコード、スクショはできないですけど、あえんびえんです。うわー、今日19時からのアキロゼさんのライブ。今から19時までか？これ、流れるようにあれか。ホロパレード行くべきや。いつなんやろ？ってか、明日どうすんのじゃあ。いや、明日さ、だって、明日のベスト16は？どうすんのあれ。ブチ切れてるやつらとランクもやるか。ホロパレやろう。いや、ほんまに延期っぽいな、これ。中止ではなく延期ですね。今日大会、仕事休んだのに。30分前ですが。やばい、ディスコードのあえんびえん感がやばい。ポンコジ大会頑張りな。耳寄りな情報言っていいですか？延期っす。延期。よっしゃ。ちょっとドンピシャさんと、ボンちゃんの配信開くか。うわ、梅原さんが配信しだした。梅原さんごめんよ。うん。後でカプコムから新しい日付を発表するので、お待ちしてください。おい、流星なんてユニフォーム着てるぞ。流星さん、ほんまごめんな。ランクマ行くか。ランクマ行こうぜ。いや、せっかくやし。今日、ワールドウォリアーだった。実は、ワールドウォリアーよりすごい大会やったんやか、今日、実は。今日 CPT プレミアっていうので、ワールドウォリアーってさ、何回か優勝せなあかんけど、今日一発優勝で、そのまま1億円の大会いけるっていう、今日、多分今までで一番すごい大会やったんですよ。まあ延期になったけど。うん。実は今日の大会が、フードさん優勝した時だけ、その、2位の人繰り上がりやけど、それ以外の人はいきなり1億円のドリーム大会でしたね。だから今日、誰でも1億円やったで。延期になったけど。すごい大会なんですね。延期になったけど。これもうギャグやな、今日の。ギャグやな。最後に、延期になったけどってこう、落ち着くことで。あ、いたいたいた。まあ俺らプロゲーマーは、なんか実はあんまり怒ってないと思うねんな。俺らプロゲーマーどうせ出るしな。うん。じゃあ結局その来週でも再来週でもプロは出るからさ。やっぱこの日のために仕事休み取った人がなんか俺の中で結構申し訳ないポイントやね。運営側の気持ちを想像してしまって辛いです。俺も辛い。もう来年開催になるのかなね。うん、来週再来週って言われても困りますもんね。これってエントリーからやり直しかな。ちょっと待って、もう一回ちょっとディスコード見に行くわ。次の仕事の休み代わりに取ってください。